本校では第二次世界大戦下のルーマニアについて解説する。1939年9月1日、ナチスドイツのポーランド侵攻により第二次世界大戦が勃発するとカロル二世統治下のルーマニア王国は9月4日中立を表明した。しかし1940年にはナチスドイツが北欧とフランスとベネルクス三国を制圧してヨーロッパ情勢が激変し、 国内の政治的混乱も相まって中立政策は弱まっていった。対戦勃発に先立つ1930年代、ルーマニア国内では、鉄営団のようなザイアファシスト政治勢力が台頭していたほか、1939年3月23日にアルマンド・カリネスク首相は、プロイエシティ・ユデンなどの利権をドイツへ譲渡する経済協力協定を締結していた。ナチスドイツと、 ソビエト連邦は1939年に独ソ不可侵条約を結び、秘密議定書で東欧における勢力範囲分割を取り決めていた。1940年6月、ソ連はルーマニアに圧力をかけてベッサラビアと北ブッコビナを割上させた。第一次世界大戦で敗戦国となっていた隣国のハンガリーとブルガリアもドイツの仲介したルーマニアから 給料の一部を奪取した。ルーマニア世論は噴撃し、カロル2世は、ミハイ1世に上位して1940年9月に亡命。親独派のヨン・アントネスクが政権を掌握した。10月4日にドイツ軍がルーマニアに侵入し、11月23日にルーマニアは、数軸国への参加を公式に表明した。中流ドイツ軍とルーマニア軍は、 領土価値への反対運動を続ける鉄枝団を1941年にかけて鎮圧した。ナチスドイツが1941年6月22日に開始したソ連侵攻にルーマニアも参戦し、ドイツに装備や石油を提供したほか、ドイツの同盟国としては最大の軍隊を東部戦線に送り込んだ。ルーマニア軍はウクライナ、ベッサラビア、 スターリングラードなどの戦闘で重要な役割を果たした。また、ルーマニア軍は占領地域で26万人のユダヤ人を迫害、虐殺したが、旧来からのルーマニア国内に住むユダヤ人は、ほとんどがこの過酷な状況を生き延びた。歴史家、作家のマーク・アックス・ワー・ジーによると、ヨーロッパ2番目の数軸国勢力は、ルーマニアであると考えられるが、 イタリアであるとする説も根強く論争の的となっている。戦況は次第に数軸国が不利になる。1943年以降はルーマニアも連合国軍による空襲を受け、1944年3月29日にはソ連がプルト川を溶かしてルーマニアに侵攻した。同年8月23日、ミハイ一世はクーデターを起こしてアントネスクを解任し、 コンスタンチン・サナテスクが首相に就いた。翌8月24日、ルーマニア政府はドイツに国交断絶と軍事同盟解消を通告。ドイツが首都ブカレストを爆撃したため、8月25日にルーマニアはドイツへ宣戦線復刻した。ルーマニア軍は同じく数軸国から離脱したブルガリア軍と共にソ連軍指揮下に組み込まれ、ドイツ軍やハンガリー軍と戦った。 戦後、ルーマニアはハンガリーから北、トランシルバニアを奪還したものの、ベッサラビアと北ブコビナはソ連領、南ドブロジャはブルガリア領のままとなった。ソ連はルーマニアを含めて占領した東欧諸国をソ連陣営に組み込み、東欧革命まで西側諸国との東西冷戦が続いた。アントネスクは1946年6月に処刑された。 ミハイ一世も国を追われ、ルーマニア共産党が統治するルーマニア人民共和国へ移行した。1930年の国勢調査による大ルーマニアの民族分布図。少数民族を数多く含んでおり、これがハンガリー、ブルガリア、ソ連との対立の要因となった。ルーマニアが位置するバルカン半島は古来様々な民族が行き来した。南からは、 ビザンツ帝国を滅ぼしたオスマン帝国が北からはオーストリア・ハンガリー帝国やロシア帝国が進出し、それぞれの属国を含めて多くの国が攻防。20世紀初めのバルカン戦争後も領土問題や民族紛争の火種が残ったまま第一次世界大戦を迎えた。第一次世界大戦でルーマニアは競争国側で参戦し、中央同盟国に一時屈服したものの、 最終的には戦勝国となった。敗戦国となり解体したオーストリア・ハンガリー帝国からはトランシルバニアとブコビナ、バナト東部をロシア革命で崩壊したロシア帝国からはベッサラビアを獲得し国土を戦前の2倍以上に広げた領土を大幅に広げた。これによりルーマニア人の住む全領域を統一した国民国家を形成するという長年の大ルーマニア、 構想が実現することになる。しかし、新たに併合した領域には、ハンガリー、ドイツ、ブルガリア、ウクライナ、ロシアの少数民族も住んでおり、ルーマニアは、近隣国の一部と対立した。この対立は時に激化し、ハンガリー・ルーマニア戦争やタタールブナリー放棄などに発展した。1921年、民族統一主義的なハンガリーを封じ込めるため、 ルーマニア、ユーゴスラビア、チェコスロバキアの三国は、小教書を締結した。同年、ルーマニアとポーランドは、新たに誕生したソビエト連邦に対抗する防衛同盟を結び、さらに1934年には、ユーゴスラビア、ギリシャ、トルコと共に、ブルガリアを警戒するバルカン協商が成立した。19世紀後半以降のルーマニアでは、親欧米で、 比較的民主的な立憲君主制をとっていた。しかし、1930年代に入ると、世界恐慌や国家に対する革命テロを提唱する、鉄英団といったファシストや極右主義の運動が高まったため、ルーマニアは混乱した。これに対し、国王のカロル2世は1938年、国家を安定させるという名目のもに王室独裁を宣言し、 独裁色を強めた。この新しい政権は、イタリアのファシスト政権や、ナチスドイツに似たコーポラキズム政策をとっていた。これらの内部事情に加え、経済的な圧力や、ヒトラーの攻撃的な外交に、フランスやイギリスが弱気の対応を見せたことなどが、相まって、ルーマニアは、次第に連合国側を離れ、数軸国へと接近した。 1939年4月13日、フランスとイギリスはルーマニア王国の独立を保障することを約束した。同様の保障はソ連との間でも交渉されたが、ルーマニアがソ連軍を自国に入れることを拒んだため決裂した。1939年8月23日、ドイツとソ連は独ソ不可侵条約に調印した。この中で、 1812年から1918年までロシア帝国の支配下にあったベッサラビアの利権に対しソ連の所有が認められた。同時にソ連はこの地域においてドイツの関心はそれほど高くないとの確証を得ることができた。この8日後、ナチスドイツはポーランド第二共和国に侵攻した。ポーランドはイギリスとフランスの軍事援助があった際に ルーマニアとの国境地帯にあったルーマニア共闘法を用いることができるよう、同盟によるルーマニアの支援を要求しないことを選択した。ルーマニアは公式に中立を維持していながらも、ソ連とドイツの圧力を受けており、9月17日に後に亡命政府となるポーランド政府のメンバーがルーマニアに入居すると彼らを抑留した。9月21日に、 アルマンド・カリネスク首相が暗殺されてからも、さらに数ヶ月の間、カロル2世は、ルーマニアの中立を維持しようと試みた。しかし、フランス第三共和制がドイツに降伏し、イギリスがヨーロッパ大陸から撤退すると、両国がルーマニアに宣言していた独立保障は、期待できなくなってしまった。多くの領土を失ったルーマニア。ベッサラビアと北ブコビナの回復は、 ルーマニアがドイツ側について参戦する動機にもなった。1940年、ルーマニアは第一次世界大戦で獲得した領土の大半を再び失うこととなる。7月、ソ連が行った最終通告にルーマニアが合意する形でベッサラビアと北ブッコビナを明け渡した。ソ連はこれらに加え、最終通告では言及していなかったヘルトサも併合した。 ベッサラビアの3分の2は、もともとソ連領であった小さな領域と合わせて、モルダビア自治ソビエト社会主義共和国となり、残りはウクライナソビエト社会主義共和国に併合された。直後の8月30日、第二次委員裁定において、ドイツとイタリアの仲介の下、対立関係にあったルーマニアとハンガリーの裁定が行われた。この結果、 第一次世界大戦後のトリアノン条約でトランシルバニアを失っていたハンガリーは北トランシルバニアを獲得し南トランシルバニアはルーマニア領のまま残った9月7日にはドイツの圧力を受けたクラヨーバ条約により南ドブロジャをブルガリアに返還したルーマニアが失った領土はいずれも併合されてからそれほどの年月が経っていなかったが南ドブロジャを除いて 領内の住民の大半がルーマニア語を話していたため、ルーマニア人にとっては古くからの領土という認識であった。これらの領土を戦いもせずに奪われたという事実はカロル2世の求心力を低下させる要因となった。7月4日、イオン・ジグルトは鉄鋭団の一員であったホリア島を加え、ルーマニア政府の政権を獲得した。ホリアマはコルネリウ・コドレアルの死後、 鉄英団の事実上の指導者となっていた人物で強い反ユダヤ主義を抱いていた。また、重要人物としては珍しく、数年間にわたる国王政府と極右勢力の間の残虐な構想、弾圧を生き延びた者の,の一人であった。ミュンヘンの総統官邸で並ぶヨンアントネスクとアドルフ・ヒトラー北トランシルバニアを失った直後の1940年9月4日。 ゴリア島率いる鉄英団は、将軍であったヨンアントネスクと手を組んで、国民軍国を設立し、カロル2世に対応要求、王位を19歳の息子であった、ミハイ1世に継がせた。カロルと愛人のマグダルペスクは亡命し、ルーマニアは、領土紛争で不利な結果を強いられていたものの、数軸国側へと歩み寄っていくこととなる。また、鉄英団はルーマニアで、唯一の政党となり、 アントネスクは、鉄英団の指導者、島は副首相にそれぞれ就任した。鉄英団の政権下において、もともと厳しいものであったンユダヤ法はさらに強化された。また、数少ない実業家を対象とした法律も制定され、賄賂による法律の緩和や、敵に対する復讐が横行した。10月8日、ドイツ軍がルーマニアに入り、 その数は芝叩く間に50万人まで膨れ上がった。11月23日、ルーマニアは数軸国へ公式に加わった。11月27日、元公館や役人64人がジラバ刑務所において裁判なしで処刑された。その日の遅くには、歴史家で元首相のニコライ・ヨルガや経済学者で元大臣のバージル・マッドギルが同様に処刑された。 鉄英団とアントネスクの共同による政権運営は決してうまくいっていたわけではなかった。1941年1月20日、鉄英団はブカレストのユダヤ人虐殺と同時にクーデターを試みた。しかし、アントネスクは4日以内にこのクーデターの鎮圧に成功し、鉄英団は政府から追放されることとなった。 島や多くのレジオナーレがドイツへと逃亡し、残ったものは倒木された。アントネスクは国民軍国を廃止し、代わって国民社会国家を宣言した。ルーマニアは1941年7月にドニエストル川と南ブーフ川に挟まれたトランスニストリアを併合した。図は1941年の民族分布を示す。 バルバロッサ作戦にルーマニアとドイツが参加したことを記念して両国の兵士が描かれた1941年の切手。絵の下にはボリシェビキに対する聖戦と書かれている。1941年6月22日、ルーマニアの支援を受けたドイツ軍がソ連を攻撃した。ドイツとルーマニアの部隊はベッサラビア、オデッサ、セバストポリを占領し、 ロシアの草原地帯を越えて、東のスターリングラードまで進軍した。ルーマニアは、ドイツの同盟国ということもあり、この戦闘を歓迎した。アドルフ・ヒトラーは、ベッサラビアと北、ブコビナを返還し、オデッサやムイコラーイを含むドニエストル側と、南ブーフ側の間のソビエト領については支配権を与えることで、ルーマニアの中誠に報いた。オデッサの高戦的なルーマニア人は、 かつてダキア人がロシア南部の大部分に住んでいたことを示す地図を配布して戦意を書き立てた。ミュンヘン作戦と呼ばれるベスサラビアとブコビナの奪還後、ルーマニア軍はオデッサ、クリミア半島、スターリングラード、コーカサスでもドイツ軍について戦った。ルーマニア第三軍、第四軍として東部戦線に赴いた兵士の数はナチスドイツ自身に次いで2番目の規模であった。 ルーマニアの軍勢は1941年夏の時点で68万6258人であり、1944年夏には122万4691人に上った。これは大祖戦で派遣された軍隊の規模としてはドイツの他の同盟国すべてを上回るものであった。アメリカ議会図書館連邦調査部による国別調査ではこの状況を 北トランシルバニアの領有権をめぐって、ヒトラーの起源を取るために行われている、ハンガリーとの不健全な競争と捉えている。一年前に、ソ連に占領されていたベスサラビアと北ブコビナは、ルーマニアが完全に取り戻した。1941年8月、ヒトラーはアントネスクに対し、第二次ウィンサイテーン最低後ハンガリー領になっていた北、トランシルバニアの代わりとして、 1941年10月の戦いで陥落していたオデッサを含むドニエストル川と南ブーフ川に挟まれたドニエストル地方の支配権を渡すという条件で説得した。ルーマニアは数軸軍占領地域の内ウクライナ南西部をトランスニストリアとして自国領に編入し、オデッサ市をアントネスク市に改名した。また、 日本の太平洋戦争突入を受けてドイツが1941年12月11日にアメリカ合衆国へ宣戦線復刻すると翌12月12日にルーマニアとブルガリアが12月13日にはハンガリーも米英に宣戦線したルーマニア軍は1941年から42年にかけてソ連領内まで進軍し1942年から43年に 行われたスターリングラード攻防戦にも加わった。ルーマニアのペトレ・ドミトレスクはスターリングラードで第3軍を率いたことで知られる。1942年11月にはウラヌス作戦でソ連の反撃にあっていた第3軍を支援するため、彼はドイツの第6軍も一時的に指揮下に置いている。スターリングラード攻防戦でソ連の反撃に遭う以前、 アントネスクはドイツがソ連に対して勝利を収めることを前提として、その後トランシルバニアの領有権をめぐり、ハンガリーと戦争になることは避けられないと考えていた。この問題は、ハンガリーがドイツの同盟国であったため、1944年8月にルーマニアが連合国側に寝返った最第二次ウィンイーン最低後ハンガリー領となっていた北。 トランシルバニアを取り戻すことで解決した。1943年8月1日、タイダルウェーブ作戦の一環として、燃え盛るプロイエシティの石油生成所上空を飛行するアメリカの B-24。数軸国に石油を供給する重要な役割を負っていたルーマニアは、1943年から44年にかけて連合国軍の大きな標的となった。 アントネスク政権時代を通じてルーマニアはナチスドイツや数軸国軍に石油、穀物、工業製品を供給していた。また、ブカレストの北駅のような国内の数多くの鉄道駅が東部戦線に向かう軍隊の通過点として機能した。そのため、1943年までには連合国軍の空襲にさらされるようになった。 最も知られているのは1943年8月1日にプロイエシュティの油田が攻撃されたタイダルウェーブ作戦である。ブカレストは1944年8月4日と15日に激しい空爆を受け連合国側に転換後の8月24日と25日にはドイツ空軍による空襲も行われた。1943年2月スターリングラードでソ連が 決定的な反撃を行うと、戦況は通軸国に不利であることが明らかになっていく。1944年までにルーマニア経済は戦争にかかる費用、首都ブカレストをはじめ全土で行われた連合国軍による激しい空爆が要因で崩壊していた。加えてドイツに送られた石油、穀物、装備といった製品のほとんどはドイツが支払いを拒んだため、 金銭的な保証がなされなかった。この無賃による輸出の結果、ルーマニアのインフレーションは急激に悪化した。ルーマニア人の間では不満がはびこり、かつてはドイツと共闘することを熱烈に支持した人であっても、ドイツとルーマニアの関係に立腹するようになっていた。1943年12月初め、ソ連がドニエプルカルパティア構成で進軍し、 1944年4月には、数軸国軍は、ドニエストル側まで押し戻された。1944年の3月から5月にかけて、ミハイ・ラコビッツァ将軍率いるルーマニア軍は、ドイツの第8軍と共に、ルーマニア北部の防衛を担い、トゥルグフルモス攻防戦で抗戦する。歴史家のデビット・グランツによると、ソ連がルーマニアに侵攻したのは、この時が最初である。 ここで、ルーマニア北部の数軸国側守備戦は交代したと考えられている。1944年8月20日に開始された、ヤッシーイコールキシニョフ構成では、短期的かつ決定的なソ連の勝利となり、この地域におけるドイツとルーマニアの前線は崩壊する。8月21日にはソ連がトゥルグフルモスやヤシを、24日にはキシナウを占領した。 略奪や銃撃を受けた後のブカレストにあるセファルディムジ院2004年にルーマニア政府が発表した国際委員会の報告書によると戦時中ルーマニア国内ベッサラビアやブコビナの戦争地帯ルーマニア支配下のソ連領占領地では28万人から38万人のユダヤ人が様々な形で殺害されたり死亡したりしたまた 2万5千人のロマがトランスニストリアにある強制収容所に送られ、うち1万千人が死亡した。殺害の多くは、ルーマニアやドイツの軍隊によって戦争地帯で行われたが、前線から離れたところでも相当な迫害があった。1941年6月のヤシの大虐殺では、1万3千人以上のユダヤ人がその場で虐殺されたり、 列車で田舎を輸送される中死亡したりした。ルーマニアのベッサラビア、ブッコビが、ドロホイに住んでいた推定27万人から32万人のユダヤ人のうち半数が1941年6月から1944年の春にかけて死亡した。このうち4万5千人から6万人は1941年にルーマニアが参戦してから数ヶ月以内に ルーマニアやドイツの軍隊によって殺害された。初期の大虐殺以外でも、モルダビア、ブッコビナ、ベスサラビアのユダヤ人に対しては、頻繁に虐殺が行われたほか、ゲットーに集められ、ルーマニア当局の運営するキャンプなどトランスニストリアにある収容施設に送られた。ルーマニアの兵士や憲兵は、数軸国支配領域でのユダヤ人やロマの虐殺を、 任務とするドイツの殺戮部隊、アインザッツグルッペンや、ウクライナの民兵、ウクライナのドイツ人で構成された、ナチス親衛隊とも活動した。ルーマニア軍は、1941年10月18日から1942年3月の中頃にかけて、憲兵や警察の支援を受けた兵士が、オデッサで最大2万5千人のユダヤ人を殺害し、3万5千人以上を、 強制収容所に送ったオデッサ虐殺についても大部分の責任を負っているとされる。全地域での死者数は定かではないが、ルーマニアがソ連から奪還した東部地域においては最も低い推定値でも25万人のユダヤ人と1万1000人のロマが死亡したとされる。一方でバルバロッサ作戦以前においてもルーマニア領内であった地域ではユダヤ人たちは強制労働、 罰金、差別法など厳しい条件にあったものの、ほとんどが生き延びている。ユダヤ人の財産は国有化された。2004年にルーマニア政府が承認した報告書では、ホロコーストについて次のように結論付けられている。ナチスドイツの同盟国のうち、ドイツ以外でどの国よりも多くのユダヤ人の死に責任を負っているのはルーマニアである。例えば、ヤシ、オデッサ、 ボグダノフか、ドマノフか、ペチョラで行われた殺人はユダヤ人に対するホロコーストの中でも特に忌まわしい殺人である。ルーマニアはユダヤ人に対してジェノサイドを行った。国内の一部地域でユダヤ人が生き残ったからといってこの事実が変わることはない。クーデターを率いたミハイ一世はルーマニアを連合国側に転換させた。 1944年8月23日、ヤッシーイコールキシニョフ構成において赤軍がドイツ軍を突破する中、ミハイ一世は野党の政治家、軍の大部分、共産主義者の支援を受けて、数軸国に対するクーデターを成功させる。当初は実権のない国王に過ぎないと考えられていた、ミハイ一世はアントネスクの独裁政権の追放を成し遂げた。その後、彼は、 ドイツ大使のマンフレーット・フォン・キリンガーに対して平和的に撤退するよう申し入れを行った。しかし、ドイツ人たちはクーデター前の状態に戻すことができると考え、軍事力によって状況を好転させようと試みた。ルーマニアの第一軍、第二軍と第三点四軍の残りは、ドイツの攻撃からルーマニアを守る、洋国王から命を受けていた。ミハイ一世は、 当時100万人近い勢力があったルーマニア軍を連合軍側に置くことを申し出た。これに対しヨシフスターリンはすぐに王の地位とルーマニア軍主制の復活を認めた。8月23日夜にはルーマニア国民と軍に向けてラジオ放送が流された。この中でミハイ一世は停戦を発表しルーマニアは連合国側に着くことを宣言した。また、 イギリス、アメリカ、ソ連によって提示されていた、休戦協定の受け入れとドイツに対する戦線復刻も言った。クーデターにより、赤軍のルーマニア進出が加速した一方で、ソ連による急激なルーマニア領の占領や、13万人に上るルーマニア兵の捕虜が捕らえられる事態は回避できなかった。捕虜はソ連へと送られ、その多くが収容キャンプで死亡した。 休戦協定は3週間後の1944年9月12日に事実上ソ連に指示された内容で署名された。休戦協定では、ルーマニアがソ連に対し、無条件降伏することが宣言され、メディア、通信、郵便、市民行政はソ連を代表とする連合国の支配下に置かれた。ルーマニアの方針転換に関する正式な承認が9月12日まで。 遅れた理由としては、ソ連とイギリスの交渉が難航したためだとも言われる。1944年8月30日、ブカレストに入る赤軍を歓迎するニコラエ・チャウシェスクラ。1944年10月のモスクワ会議では、イギリスの首相であったウィンストン・チャーチルは、ソ連の指導者、スターリンと戦後の東ヨーロッパにおける勢力権分割について合意した。この中で、 ソ連はルーマニアに対して90%の影響力を認められた。9月12日に調印された休戦協定の第18項には連合国統治委員会を設立し、平和が確保されるまで連合国権力に代わる連合国最高司令部の総合的な指示や要求のもと、現在の状態維持に関する規制と管理が行われると明示されている。また、 第18項の付属文書には、ルーマニア政府とその機関は、休戦協定に禁する連合国統治委員会のすべての指示を履行すると記されている。さらに、連合国統治委員会は、ブカレストに置かれることのほか、第14項では、戦争犯罪者を裁くため、二つのルーマニア人民法廷が設立されることも定められた。対数軸国戦における、 ルーマニア軍の軍事行動1944年8月23日の夜、ルーマニアがドイツに戦線復刻すると、ハンガリーとの国境ではすぐに軍同士の衝突が起こった。8月24日には、ドイツ軍がブカレストを占領し、ミハイ一世のクーデターを制圧しようと試みたが、アメリカ空軍がブカレスト防衛の支援に回り、成功しなかった。 ルーマニア国内に残されたドイツ国防軍は相当な痛手をかぶった。第6軍の残党はプルト川の西側に後退したが、それを上回る速さで進軍した赤軍によって阻まれ、撃退された。また、ルーマニア軍はプロエシュティユデンのドイツ中東軍を攻撃し、ドイツはハンガリーへの退却を余儀なくされた。この状況下において、ルーマニア軍は5万人のドイツ人を捕らえ、 彼らは後にソ連に降伏することとなる。9月初旬、ソ連とルーマニアの軍はトランシルバニアに入り、ムレジュ川まで進軍する過程で、ブラショブやシビウを占領した。軍の最大の目標は、歴史的にトランシルバニアの中心都市となっていたクルジュイコールナポカを獲得することにあった。しかし、この地方にはハンガリー第二軍が存在し、ドイツの 第8軍と共に抵抗したため、9月5日にトゥルダの戦いが始まった。この戦闘は10月8日まで続き、両軍に多数の死傷者を出した。ルーマニアの数軸離反を受け、ハンガリー国内では南トランシルバニア脱回論が出て、9月5日にハンガリー第2軍がルーマニア領内へ進撃を開始し、9月6日に戦線を布告。翌9月7日にはルーマニアも、 ハンガリーへ戦線復刻した。ハンガリー軍はルーマニア西部のアラド県に入り、ハンガリー単独としては最後となる攻撃を行った。序盤こそハンガリーが優勢だったものの、ルーマニアの士官訓練生による臨時の大隊が数多く組まれ、パウリッシュの戦いでハンガリー軍の前進を食い止めることに成功した。その後すぐにルーマニアとソ連合同の反撃にあったハンガリーは、 9月21日にアラドを明け渡した。この間の9月12日、ルーマニア政府代表団はソ連の首都モスクワで休戦協定に署名した。ルーマニア軍は1944年8月に連合国側についてから大戦終結までの間、トランシルバニア、ハンガリー、ユーゴスラビア、オーストリア、ボヘミアモラビア保護領において赤軍と共に ドイツ国防軍と戦った。1945年5月には、ルーマニア第一軍と第四軍が、プラハの戦いに参戦し、ナチスドイツとの戦いで相当な犠牲者を出した。1944年から45年にかけての、数軸国との戦いでは、参加した53万8000人のルーマニア兵のうち、16万7000人が、死亡、負傷、行方不明となった。 戦後、ルーマニアは、領土の一部を失った。1947年のパリ条約では、ルーマニアは連合国の共同参戦国としては、認められず、条約の文中には、ヒトラードイツの同盟国という表現が用いられた。ルーマニアは、フィンランドと同じく、3億ドルをソ連に賠償金として、支払うよう求められた。しかし、1944年8月24日に、 ルーマニアが連合国側についたことは明確に記されており、これは国連国家すべての利益のための行動と評価されている。ルーマニアの貢献に報いて北トランシルバニアは再びルーマニア領となった。一方で1941年1月にはソ連とブルガリアの国境が変更され、タタルマーレ島の例外を除いてバルバロッサ作戦以前の状態に戻された。 1991年にソ連が崩壊すると東部領土はウクライナやモルドバの一部となった。ルーマニアには戦後ソ連が駐留したことで政治権力としてルーマニア共産党が力をつけ、1947年には王政の廃止と一党体制の社会主義共和国の設立が行われることになる。第一次世界大戦後に製造され、 第二次世界大戦中にルーマニア軍で用いられた兵器を列挙する。過表は1944年7月19日の時点でルーマニア軍が使用していた戦車の種別と数を示したものである。1943年5月10日の国家の日にパレードするルーマニアのタカム T-60 マレシャル駆逐戦車は戦時下におけるルーマニア製装甲車両として 最も有名なもので、1944年5月から10月に、かけて、第二高連帯の M 大体で用いられていた。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ f r d スラッシュ cs スラッシュ本文を含む。大ルーマニアルーマニアの歴史。 共産主義政権時代、ありがとうございます。